アートコーポレーション株式会社は、大阪府大阪市に本社を置き、引っ越し業のアート引っ越しセンターを運営する総合運輸業、会社である。緑会の会員企業、寺田敏夫、寺田千代の夫妻により創業、設立時からの社長である、寺田千代のは他社との差別化を図るため作業員が新しい靴下に履き替えて、引っ越し先に入るようにするなどのサービスを展開。 電話番号の0123や荷造り、ゴム用などのキャッチフレーズで認知を広げる。21世紀に入ってからも全員女性スタッフという女性向けの引っ越しプランや60歳以上を対象とした高齢者向けのシニアパック、耐震マットの提供、食器を簡単に整理して収納できるエコ学ボックスの貸し出しなど新たなサービスを次々と打ち出している。同じく 大阪府に本社を置く、河野池運輸や先行、フットワークエクスプレスなどと並ぶ、在販総合運送業者の一つ、東急ポイント加盟店。引っ越し事業を始めるにあたって、社名を決める際、多くの人は運送業者を探すときに電話帳を使うため、できるだけ最初の方で見つけやすい位置に乗る社名にと考えた。電話帳では五十音順で、あが最初に来て、 次にが来るということで名前を考えた結果、アートに決まった。しかし、その理由が業界で広く知られたこともあり、現在では、アあアああ引っ越しサービス、アあ引っ越しサービスセンター、ああ引っ越しセンター、アーク引っ越しセンターという名称の企業もあるため、地方によっては、初めから3から4番目となっている。2008年からは、 郵便局株式会社の郵便局のお取り次ぎサービス提供により、郵便局で引っ越しサービスの申し込みができるようになった。ラジオ関西で2015年から日曜の昼3時前の未時報 CM を応援しているが、そこではチャイムの代わりに0、1、2、3という女性のアナウンスが流れるという独特なものである。FM802 でも月曜、木曜の午後2時の 地方 CM を応援している。旧本社引っ越しトラックにトントラックを中心に全国で1500台以上を保有する。独創的な引っ越しサービスの一環として特別車両の開発にも力を入れていて、家財道具と家族を1台の車で輸送できる客室付き引っ越し専用車はその一つである。現在の客室付き専用車は三菱不装、ファイターをベースに運転席と客室を 三菱不装、エアロクイーン外風としたファミリーサルーンで、かつてはネオプラン製観光バスをベースにしたドリームサルーンナイス21、日のレンジャーをベースにフロントを日のレインボー RR ルル風としたカーゴサルーンなどが導入されている。他には自家用車と家財道具を1台のトラックで同時に輸送できるカーゴキャリーや自家用車積載用のライトトレーラー、 カーキャリー21なども開発された。ありがとうございます。